皆さんお元気ですか？菅野直樹です。本日も出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。本日7月12日月曜日、題は心疲れた時聞こえてくるという題でお話をいたします。私たちは時々心疲れてしまうことがあるのではないでしょうか。原因は様々ですが、ある一人の女性はご主人の死を境に心疲れ切ってしまって、外に出られなくなりました。人の顔も見たくなくなってしまったんです。引きこもりになり、まあその時ですね、この女性に対する反応は様々でした。まあ一人の人は腫れ物に触るように、まあどう扱っていいかわからないという、おだてたりなだめたりしました。二人目の人は同情しました。ああかわいそうですね、辛いですよね。まあつまりその人は相手を弱い人と判断して、まあ慰めてあげた。まあしかしですね、弱い人と判断するとどうなるのか。その人が弱いと思い込んで立ち上がる、そういう気力さえ削いでしまうことがあります。三人目の人は、こうすればいいんだよ。だからこうしてごらんよ。私だってね、そうやってね、今まで生きてきたんだよ。あなたもね、大丈夫よ。まあ、頑張らせる。でも、疲れた時には、慰め、そして、見守ってあげる。このことが大切ではないでしょうか。4人目、犯人探しをしました。そんなことするの誰が悪いんだろうね。ご主人が、まあ、あなたに対してね、そんな依存させてたから悪いんじゃないの？親が悪かったんじゃないの？犯人探しは、実は相手にとって何の助けにもならない。大切なのは何か、あるがままで受け止めることです。あなたはあなたでいいんだよ。存在そのものを受け止める。で、さらにですね、奥の手があります。2021年前に人として来られた神、イエス・キリスト。このお方のもとへ一緒に行こう。すべて重荷を負っている人、苦労している者、私のもとへ来なさいと言っておられるよ。このイエス様のもとに永遠の安らぎがあります。私は18歳の時に人生行き詰まって、もう生きているのが嫌になってしまいました。そんな時、一冊の本棚に入っている、その聖書を通して、イエス・キリストと出会いました。私のもとへ来なさいと言ってくださっているような気がしました。そう書いてありましたから。もう消えてしまいたい、自分の居場所を失っていた私に、イエス・キリストは、私を抱き上げ、慰め、力づけて立ち上がらせてくださいました。その感動を今でも忘れることがないばかりか、この喜びを伝えたい。そんな思いから牧師へと、その人生、導かれていったんですね。皆さん、黄色信号が灯って心疲れ、倒れそうな時、いろんな反応ができる。でも、あるがままを受け止め、そして、神のもとに行く、行ってあげる、一緒に行こう、そういう生き方を通して私たちは互いに助け合って立ち上がることができるのではないでしょうか。神の細き声が今朝聞こえてこないでしょうか。私のもとへ来なさい。諦めない、苦
輝く。最後までご視聴いただきありがとうございました。素敵な一日でありますように。それでは、いってらっしゃい。